なこちとゼニのドタバタ冒険記2016夏イエーイ。はいどうもなこちです。はいどうもゼニです。今日はついに倉庫が立ちます。今日立つか分からへんけどな。立つ、立たせる、立つ、立たせんの。ということでゼニさんにせっ、うわーチビナ伸びた。なんで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 、どこ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 、どっから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 死ねえ、走ってきた。死ねえ、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 走ってきた。え、向こうから来た、向こうから来た、どっから、どっから来たんやろ。ということで、怖い、ここやりますか。うわ雨降ってきたわ。雨だ。え、土ですね。土でとりあえず、あ、土ないんやった。粘り、粘りすんの。うん。え、お前どこ行った？こっちこっち。土持ってんの？持ってる。持ってんの。敷地をどうするかよ。とりあえず1階建てにしたいねんやんか。そうか？うん。お、もうそっからすんの？うん、こっから。やばない？クソ広ない？もうほんまに何にも設計図とか考えてないから。うん、もちろんや。青。これぐらい？ここゲート作らへん。うん、石でいい。いいよ。あ、塞いじゃった。こんな感じかな。あ、え、あ、え、あ、え、あ、そんなちっちゃいんや。うん、俺もうずっと向こうまでやるんかと思った。あ、でも1階建てやからもうちょい広い方がいいか。あ、クリープ降りてきてるし。降りてきてんな。何やねんあいつ。これぐらい。うん、わし見てまへんねん。はぁちょっと今なゲート作るのに必死やねん。ああああ、まあ、誰やこんなとこに。でもなんか丸いしって。いや、あかんの、EU だよ。いや、作ってもいいよって言って。いや、石でいい。どうやって入んのこれ。でも間違えたやん、ここピッケルないねん。ピッケルで壊してや。どこを壊すの。ここっす、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 ここ見て、ここ見て、ここっす。電気なんか邪魔やせんけど。しゃあないやん。かぶんねんけど、これ建物に。かぶらへんよ。かぶっとわ。あ、間違えた。あ、また。また謎の現象が。謎じゃないで、もうそれ。じゃあもう建てていきますよ。わあ、助けて、このなんか腕みたいなの消して。腕ギャーンって。ありがとう。これ、これゲート。よかったね。ネザーゲートみたいになんかだ、あのあれで作ってもよかったな。黒曜石。あ、木で作るの？うん。そうなん。そうやで。あのさ、そうやでって言われても、何も聞いてませんけど。うん、言ってないもん。なんなんお前。全くあれやん、単独犯やん。単独犯。単独犯やん。え、じゃあ何もないやん。もう何もないやん。なんもない。どうしたんやねん。何食らっとんねん。五段ね。これでいいんちゃう。見て。あ、ずいさんにしては上出来。どういうこと。1個だけ。何が。扉。あ、なんかしたけど変なとこ置いたで。あ、そっか、これちょっと待てよ。これ椅子やね。はあ、もう一段上げようか、上。何を。なんか変。変じゃないか。やば、これ邪魔な気する。どれ。ゲート邪魔。
なんで邪魔なの？え、だからここに入り口作ってんけど。何？なんで食らった？ハマったんちゃん、ブロック。マジか。あ、来てる来てる来てる、クルバ来てる、クルバ来てる。やめてな、それだけはやめてな。え、そういうふり？違う。あ、動け。どうしたらいいね、どうしたらいいね、これどこで爆発させていいね。襲ってきてる。消えてる。これはやばい、これはやばい。あ、止まったで。え、止まった？なんで止まんねん。止まんない。来るんやったらこっち来いや。え、来いや。せっかく罠罠に来たのに。罠。罠来い、罠来い。こっちやで、こっちやで。落ちろ。落ちたー、ざまー。はい、もう上がってくれん。バイバイ。なんか、ゼンさんってさ、残酷やな。なんで？どこらへんが？なんか、殺さへんと。苦しめる、痛めつける。あ、残酷。それはでも、まあ否定はせん。殺さはな。お、すげえ。なになになに、うちまたミラクル起こした。ミラクル、木材、木材。どこどこ木材。え、木材、いい感じやった。おめでとう。おい。おい、かぼちゃのジャックオーランタンをちょっと仕込む。ここに仕込む。なんか倉庫って窓が少ないイメージ。落ちた、ふざけとう、こいつ。何してふざけとうは。窓がイメージ。ん、窓が遠いイメージ。窓があんまりないイメージ。落ちた、なんなん。え、落ちた。え、戻った。なんやねん、階段降りんなや。え、窓があんまないイメージ。うん、わー、ない。なんかかね、なんか2、3個あるぐらい。うん、窓つけといていい。窓、うん、窓、窓、そう、窓、窓を回す。ぶねえ、ぶな、そこにおったん。知らんがな。そっちおる、そっちおる、そっちおる。その窓側におる、向こうの。怖っ。これでどうよ、窓。窓？えんちゃん。いい感じ？通気口いらんかな。通気口横につけとくわ。じゃクリーパーやっとくか。怖いな。やっとく。やっとく。うん、やっといてください。あかん、嘘、動かれ。あ、あ、こっちおるわ、こっち。あ、そっち。なんて、なんてまっすぐ歩かへんのこいつ。どこ、真下、どこ行ったんやろ。俺の真下。その部屋どうしたん。ジェイさんが前作ってくれたやつ。下手。じゃあ、おお、死んだ、早。落下してたのかな。ここ。これわけわからん屋根にしていい。うん、任せる。え、そう、ちょっとわけわからん屋根。知らんで。ごめん、俺これちょっとほんま向いてない。建築向いてない。じゃあ整理する？無理。整理向いてない。何も向いてない。何も向いてない。ただ旅に出るだけ。旅に出るのも向いてない。すぐ死ぬ。迷子になる。なんでマイクラやってんの？いや、なんでマイクラやってんの？お前がやる言うたからやるが。ダイヤとかさ、はい、どうしよう、なんか。どうしようってどういうこと？ここに収納すんの怖くない？なんで？なんか別室みたいな。2階は作らない。
なんで？そのこだわりは？作りたくないから。理由は？理由はない。うん、ない。ない。どこでも2回作ってるから。すだこ。何すだこ？すだこ。どういうこと？どこでも2回作ってるから作らへんの？うん。でもどこでも1回作ってるから1回作らんで作ったらあかんじゃん。なんかゼリーさんってさ、はい、めっちゃめんどくさいわ。そう、どこらへんが？全体的に。あ、ほんまに？めんどくさい言うのはよくわからへん。非常にめんどくさい。ああ言えばこういう調理めんどくさいやろ、ほら。なんでやねん。今のはめんどくさないやろ。いやいや、めんどくさいよ。めんどくさないやろ。絶対言うと思ったもん。なにこれ、何してんの。ここにダイヤを。大事な鉱石を。ここなんかもう牢獄やねんけど。あ、アホや、出られへんやん。出られへんやん、これ。何したんそれ。それ何したん。出れた。お。でかっ。すごい面白い屋根。何が。俺そんな面白い屋根した覚えないねんけど。見て。うえ。こうじゃないんや。違う違う。もうあのアルペンアルペンアルペン。アルペン。アルペンアルペンアルペンした。そう、アルペン。安いお店。そうなん。や、ボードの商品とかが安いお店。多分アルペン。アルペン。アルペンのマーク、思いっきり坂になってた。字しか見てない。ちょっと後で画像調べてみよう。字しか見てない。そうなん。ちょちょちょアルペン。上司。しかもローカルやからそれ。上司。あ、そうか、上司ってあるからあるからさ。あるから。あるか。え、じゃあさ、関西ない、関西じゃん。遠くはないってこと。ない。ないはずやで。すごいよな。何が。上司が東京にないってびっくりやねんけど。もうちょっとで端っこまで着く。いや、さっき見たばっかやん。そんなに早終わらしたいん。そう、こんなん永遠に続けてきたん。別に全然大丈夫。もうマジかよ。俺少数派これ。あんま聞かん。じゃあ、 あのみんなマイクラ好きやから、そんなん言ったらな、叩かれると思ってな。いや、それは違うと思うけどな。いや、多分それ以上にこう素敵なものが出来上がるから、それが待ってるからみんな頑張るんじゃない。あ、いい感じ、いい感じ。いい感じやろ。見て見て、ほら、ちょっと和風建築っぽくなって。これなんかもう気持ち悪いんやけど、色っていうか模様。模様気持ち悪いな、これやっぱ、あの扉の周りもあれにしたら木挟んだ方がいい気がする、うん、ゆくゆくは焼却炉つく。もか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 も。溶岩？なんで？溶岩流すのあれちゃう？無視。ああ、なし。え、無視？なし。なし。あい？もうちょっとや、我慢や、もうちょっとや。我慢。我慢せ、我慢せ。怒んな怒んな、切れんな。もうちょっと我慢したら切れんで済むんや。そうや、もうちょっと我慢したらその達成感とかいうもん味わえるかも。うん、頑張れ。で、建築が好きになるよ、きっと。
なる自信がない。どこ？ここ。何これ、きしょない、きしょない。何これ、三角定規みたいやねん。で、溶岩垂らすん、マジ。あ、垂らそうか。なんか見たこ、あんまり見たことないから、やったら面白いんちゃ。やろう、じゃあ。許しが出たことで、出たことで、出たということで。お、こんなんやったっけ。もう綺麗にした。すげえ。え、だって汚かったんだもん。ようやったな。俺ちょっと心折れててん、あれ。あ、そうな、うん、なんで心折れるん、あれで。いや、汚いなと思って。え、なになになに。あー、腹減りや。いや、汚いな思っててさ、うん、で、なんか直そうと思ったけどさ、うん、えらい時間かかりそうやったしさ、心折れてん。だから、やる前からな、ちょっとな、先を見てな、うん、これ、難しいって思ったらな、ちょっと心折れんの、これ。マジで。大丈夫やな。待ってみるわ。あ、大丈夫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 。オッケー、いけてる、いけてる。おお。めっちゃ怖い、めっちゃ怖いわ。めっちゃ怖い。溶岩のカーテン。溶カーテン。てかさ、はい。間2列開けてとかでもいいんじゃん。なんかその方が綺麗に見える気がする。ほんまに？ぬぽぽぬぽぽ。怖。めっちゃ怖い。何これ、芸術やん。もうアホやで、こんな邪魔邪魔邪魔。あー、殴る殴る。よいしょよいしょよいしょ。じゃあわし溶岩取ってくるから、なんか作っといて。何作った。なんか整理してんねんけど、まだ。あ、そうな。溶岩どこにあったっけ。手っ取り早いとこない。ネーザー。そうや、そこ行こう言ってたよ俺。行ってくるわ。はい。これ溶岩、水溶岩でできんかな。無理やろ。無理かな。隣接するから。そうなの。石になりそう。やってみんや。ちょっと後で実験でやってみるわ。お水欲しいは。何やねんその言い方。ちょっと噛んだだけやんけ。なんて。え、お金、お金欲しいじゃん。間違えた。リアルリアル、超リアル。やばいやばい。本音が出た、本音が。本音出たな今。じゃあ溶岩をとりあえず。バーン。せーの、ぽい。うわあ。あ、すげえすげえ。すごい。でもやっぱ間ないのはちょっとなんか寂しい気がするな。じゃあ置く間。綺麗やで、でも。わあ、あ、ここはここはここはかここはか。うん。オッケー。ずれとった、危なっ。よし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 。あ、でも綺麗、なんか綺麗。生かしてる。なんかあの、何、溶岩タワーと綺麗にマッチしてる。はははは、こう掘ったら、こう流してもいけんじゃん。こうちょっと流してみよう。ああ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 。ほんまうるさい。全部階段になった。言うてんだから。寿司寿司。何寿司。寿司見て、こんなんなっちゃった。どこそれ、裏やん。裏。
さ、階段作るときとかにさ、屋根作るときとかにこれでやったらさすぐできる、すごい楽やん。でも黒曜石になってるやんか。すんごい綺麗。やらかしちゃった。やっぱ想像通りになったか。ふむふむ。っていうかさ、火の玉が落ちてくんねんけど、こっちに火の玉がな、降ってくる。ボコってなったやつが落ちてけるかな。今、降ってきたねんけど。え、垂れてるとかじゃなくて、なんか、ポンって。嘘、動画で確認やな。ちゃんと降りて当たり前や。は？どういうこと？なんではって言うの？え？何？今燃えてる音き、え、どこ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 、気のせい、何も燃えてない。え、てかさ、溶岩近くに木を置いたら燃えてんじゃん。なんか燃えてる。マジ？ちょっと待って。え、あれな、え、な、メラメラメラって聞こえてんけど。ちょ、消火消火消火。ん、モコモコじゃなくて、メラメラメラって。このさ、今お前が置いたさ、水じゃねえや、木のとこってさ、溶岩近いから燃えるとかじゃない？次の日になったら柱なくなってるとか。燃えてる？うん、燃えてない。あれ、気のせいじゃん。聞こえへんね、そんな音。あれ、メラ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 聞こえたん。聞こえへんな。やめてほしいな、なんかその音バグ。せやな、音バグはやめてほしい。音バグなんかな、それ。めっちゃ怖かった今。これを、え、やっぱり燃えてる音してんねんけど。マジで？これ上掘りすぎたら溶岩出てくるよな。ええやん、燃えたら燃えたで。よくないし。全然よ。え、なんで？燃えた。今も燃えた。なんかな？え、な、な？何？左側が燃えてる。あ？わかった？ああ燃えてる。やっぱりな。燃えている。徐々に徐々に燃えてったってこと？なんだ、燃えるんかよ。それやったらもうちょっと早く燃えてよ。地味やし、ほんで。あ、すげえ地味に燃えてる。上溶岩垂れてるもん。あ、そっか。うん、ちょっと一個下でやったらいいんじゃん。じゃ、ここも燃えるんじゃん。これぐらい、2マスぐらいやったら大丈夫かな。じゃ、こっちもやるわ、それで。うん、じゃあちょっとこっち直しといて。はい、あの、うち白樺全部渡しちゃったからさ。ああ。あ、じゃあそっちほっといてや。あか、こっちも燃えてきた。マジ？ここは燃えたらやばい。あっち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 。あ、嘘嘘嘘嘘。あっち。あ、降りろ降りろ。はい、水水水水水流した水流した。どこ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 ？え？もう。びっくりした。どこどこってどういうこと？じゃあ火で見えへんかって水が。あ、そうな、あ、そういうことです。ここは燃えたら全部燃えるからさ。あー、そういうことか。え、どういうこと？床に燃え移っちゃうから。あいうえおかきくけこさしすせそたちつてた。うっさい。
辛い。まさか燃えるとは。まあ分かってたことやけど。うち分かってなかった。マジでやばいよな。え、お前の頭が。そうやけど。はい、ということで倉庫完成。はい、完成。この発想はなかったんではないかね。まあ見たことないね。ないけど、センスがいいかと言われたらいいとは言い難いよな。いいでしょうよこれ。センスいいか。溶岩のカーテンですよこれ。いいじゃないですか。まあ面白いけど、全部やってもいいけどな。溶岩余ってるから。え、いた。でね、中は落ちたわ。なんでよ、中を今紹介しようと思ったのに。知らんやん、お前が殴ったから。出てこうへんわ。出てきとうや。痛い。あー、そいやー、ええ、オッケー。でね、中はね、はい、中はどうなってるんですか。こんな感じ。あー、追い出された。はい、まあまだざっくりとしかね、はい、整理してないけど、まあ多分チェストも鉱石が増えるとどうしても、あー、どうしてもチェストが増えるので。はい、で、この穴は何ですか。この穴はね、ジャングル拠点に向かうところを、ここにジャングルコテンとつながってる洞窟やな。外にあった洞窟は、ホラー穴か。そう、外にあったものをこの中に到着できるようにね、作り直しました。私、はい、が素晴らしいです。でね、ちょっとまっすぐやと倉庫の外に出ちゃったので、ちょっとずらしました。はい、もうすぐゴール。何してんの。すまへん。よし、痛い。なんでやねん。で、ここに木落ちとる。おお、びっくりした。なに。うわあ、びっくりした。ここはちょっと燃えちゃったので、上に石をつけましたと。いい感じ、綺麗。せやな。まあこれが倉庫ってことで、まあここ結構発展したからもういいんちゃう。うん、いや、いろんな村作ってきた。村じゃないけど拠点作ってきたけど、うん、うん、なんかうちここが一番広いし。そうな、花畑拠点じゃない。全部好き。ということで終わりましょう今回は。はい、じゃあまたね、バイバーイ。痛い。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、高評価よろしくお願いします。 PC の方はうさちゃんをクリック、携帯、スマホの方は下にスクロールしてチャンネル登録ぜひぜひしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。え、全然反撃してこうへんやん、お前。なんなん。無視しかも。おかしい。してくれてるお前。お前こっちには最強武器用がなかった。いや、目玉いらんから。あれ、お前燃えへんのこれ。火打ち石じゃん。
に。遅いねん言うのは。叫びすぎて喉痛いわ。おい、めっちゃ来るやん。めっちゃ湧いてる。なんか俺武器ないねやん。めっちゃノックバックする。あっ、あー死んじゃうよ。死なへん。あ、なんで。はい、終わり。バイバーイ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 。どこ？どこ？どこ向く？あ、普通の視点。はい。バイバーイ。またねー。バイバーイ。ブー。